男子 5000m
くのは日本体育大学細田彩也。明治大彩也館基本線と間もなく 2000m、 5分39秒、この線は2分49秒。メインスタンドから見て右側、映像では17時20分より男子やり投げ決勝が行われます。日本記録は87m60、大会記録は84m54 です。注目選手はまず荒井良平、日本歴代2位の 86m83 の自己ベストを持ち、日本選手権では2020年まで7連覇した実績のある選手です。今大会の大会記録も持っています。続いての注目選手は李元気、昨年日本選手権を10年ぶりに制し、オレゴン世界選手権では9位に入り完全復活。今シーズンはセイコーゴールデングランプリで 82m03 を投げ、シーズンベストを更新するなど着々と調子を上げてきています。そして崎山雄太は5月6日に行われた南記念陸上で日本歴代5位の 83m54 をマークし優勝した今大会の注目選手です。男子やり投げ決勝は17時20分競技開始です。
しないこそ1回でクリアです。